レームのラグランは一味違います。どっちラグランもスタイリングしやすいです。ペンキもいいし、ちょっと世界観がチャイク募集してるはい、どうもバスの西堀です。さあ、いよいよ2022年秋冬が本格的に立ち上がってきました。ちょっと周り一周ぐるっと見てもらっていいですか。三原屋さん、三原屋さんよね。で、そして、ジェーン・スミスね、レディースも立ち上がってきました。で、ジョン・メイソン・スミスね、ちょっとこの辺のね、もう部屋のニットとかも気になりますよね。で、レディースのね、こういうね、靴とかもね、可愛らしいこのブーツ、可愛いですね。こういうのもね、入会してます。で、こういうのもね、もちろん紹介したいんです、どんどんね、どんどん。でもね、今日はやっぱりバースデーのね、やっぱうちの古豪ブランド、古豪ですよ。古豪といえば本日はネーム。あ、ね、いいっすね。やっぱね、うちの中でも歴史のね、古いブランドなんで間違いないっすね。で、そしてあのこの立ち上がりをね、まあ前回の、ネームのイベントでね、いち早くちょっと先に見ていただいた方とかには非常にこう楽しみにされてる方も多いと思うんで、今日はね、早速立ち上がり一発目のネームのアイテムをちょっと紹介していきたいと思います。で、このチャンネルはですね、福岡市中央区大名にあるバースデーというセレクトショップのチャンネルなんですけど、基本的には、メンズとレディースのハイエンドファッションですね、そちらの、まあ福岡県の中でうちだけっていう取り扱いのブランドが結構多いですね。うちはまあマインデニムであったりとか、レターズであったりとか、ユハだったり、メゾン三原とかですね、まあ、いろんなブランドやってるんですけど、その商品の入荷のお知らせで、そして、日々のスタイリングのご紹介ですね、そして日フレグランス、まあ、サノマの、日フレグランスのご紹介であったりとか、あとは E バイクね。 E バイクはスーパー73アルコンの、走行動画だったりとか、カスタム動画ね、その他もろもろの中、まあ、坂道の走行動画とか、日々毎日19時に更新してますんで、よかったらチャンネル登録といいねボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。じゃあ今日はね、早速ネームを紹介していきたいんですけど、まずはね、ここ最近非常にキラーワードになってる、ちょっとね、まずはの本日はカットソーからご紹介したいと思います。で、カットソーの本日ご紹介なんですけど、今日はね、まずカットソーのご紹介ね。で、商品 のお知らせなんですけど、で、その後にそのカットソーの着用のスタイリング、ね、で、そして一番最後、今日はね、もう一個ネームのスペシャルアイテムちょっとご紹介しようと思ってます。で、それは何かと言いますと、先に言います、みんな大好きチョッパーショツね。わかんないですよねチョッパーショツは分かんないです。いや、多分もしあのユーマ君に怒られるかもしれんけど、正確な名称じゃないですよね。あの正確なやつじゃないんですけど、あのね、最後まで見ていただくとそのチョッパーシャツの全貌が分かってしまいます。で、今日ね、僕なんでチョッパーシャツをね、駆け足気味に紹介するかというと、実はね、立ち上がって入荷してもうまだ間がないけど、あのタタタタンとね、ちょっと在庫がなくなってしまって、あんまりね、在庫がちょっとない状態になってしまったんで、できるだけね、この動画がアップロードされるタイミングとか考えたら、ちょっと先に、チョッパーシャツも、ちょっと着用のね、動画を今日撮りたいなと、思ってまして、で、このね、動画でちょっと今日はご紹介していきますね。本日も最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。じゃあ早速、じゃあカットソーの方紹介していきたいと思います。じゃあ本日ご紹介するのはこちらのネームのラグランのロングスリーブ T シャツね、をご紹介したいと思います。これね、皆さんラグラン懐かしいと思いませんか。まあね、僕らはまあ40代ね、40超えている世代なんですけど、こういうね、ラグランとか、もう今ね、最近巷でもね、結構人気のリンガー T シャツね、まあああいうのもね、僕らは結構若い時結構着てたんですけど、こういうラグランもね、最近ラグランとか、こういうリンガーの、まあなんていうかな、まあなんていうかな、少しちょっとニッチなファッションアイテムというかね、めちゃめちゃ人気があるかっつって言ったらそうでもないけど、なんかおしゃれに着こなしてる人が多いなっていうアイテムの印象なんですけど、もう最近ね、昔のちょっとリバイバル効果っていうのもあって、最近ね、ラグラン出てきてるんですけど、ネームのラグランは一味違います。
皆さん昔ラグラン着てて、いやあのラグランのシルエットはもう今着たくないって思ってる人、そんなことないです。ネームのねラグランはね、とにかく形がめちゃめちゃおしゃれです。まあ後で着用写真、あの着用のね動画もちろん撮るんで、そちらでちょっと見ていただいたら分かりやすいんですけど、シルエットとしては非常にねルーズなシルエットになってます。でカラーは、グリーンとチャコールね。でこっちがワインと、こっちがネイビーの組み合わせになってます。でこのツートンカラーなんですけど、至ってね見た目はシンプルです、非常に。で素材はね、まあ、ちょっとシルケット加工してるんで、表面若干ね光沢のあるようなちょっと大人っぽい仕上がりになってます。でこれちょっと首のね、あのネックの雰囲気とかがあんまり飽きすぎないようになってて、そのルーズシルエットがね強調されないような作りになっているということです。なんでちょっとね実際ちょっと今から着用しながらちょっとその辺もね検証していきたいと思いますんで、このまま、よかったらご覧ください。はい、じゃあ早速こっちのねグリーンとチャコールの方の、色味の方を着てみました。僕のね着用サイズはこれでサイズ1です。大きいですね、ちょっとねゆったりめね。でもゆったりやけど首がね結構絶妙、しっかり首が詰まってる。本当っすね、ねえおしゃれな、なんかあのなんかそのルーズシルエットが強調されないというか、ちゃんとこう大人な感じの雰囲気で楽しめるっていうのが結構特徴です。でまあサイズ1でこの感じだから、あのほとんどの人が多分このサイズ感でいけるはず、サイズはね。だからもうあんまり気にしなくていいと思うんですけど、まあ長袖のロングスリーブなんで、そやな、今から、出足、まあ、春の秋冬のねスタイリングするのに多分一番役に立つアイテムなんで、ちょっとこの辺をねプライス的にもプライスもこちら、ね、この値段で買えてしまうんで早めがおすすめ、本当に。でうちの概要欄の方にね、あのうちオンラインストア貼ってますんで、あのそちらでねぜひちょっと在庫はね確認しておいてください。でサイズに関してはほとんどの方が大体1でいいはずです。うん、十分、サイズ感をねゆたっとした感じも楽しめるし、なんかそんなにこうバカみたいに大きい感じじゃないから多分、ね、楽しめるはずなんで。でちょっとこっちの色違いの方もちょっと着てみたいと思います。ほい、で色違いの、ワインとネイビーの組み合わせ ねいいですね。こっちはまた色がシックでねいいよね、おしゃれな感じです。多分あのどっちの色味もねすごいあのいい色味なんで、あのぜひねまあ悩まれてください。でどっちの色味もスタイリングしやすいです。でまあどうやろうな、結局上着羽織った時にの見え方っていうのは結構違うと思うから、そこら辺イメージしてもらったら分かりやすいかもしれないですね。で皆さんお待たせいたしました、このままねないんじゃないかと思われたかもしれないんですけど、今からですよ、今からあの人気アイテム、ネームの人気アイテム、チョッパーシャツ、ちょっとね早速ご紹介したいと思います。今回用意してますんでね、 ありますね。ほらこれチョッパーシャツドン、ほらあこれどこがチョッパーなんすかね、わかる？わからん？いや、わかんないっすね。わからんかな？わからんかな？じゃあちょっと後ろ見てみるよ。いくよ。ほら。ほら。あら、チョッパー。ほら。チョッパーっす、これ。これチョッパーじゃないですか。これ、やばいやろ。今までのね、俺が紹介してきたチョッパーベスト、それ内蔵されてます。いやー、ね、これチョッパーですね。もうあの、昔で言うとこのテレビデオみたいなやつね。シャツに、もうポッケが内蔵されてるっていうね。なるほど、やばいやろこれ、バッグがついてるみたいな、ね、そう、もうバッグいらずね、ということはもうバッグいらずっていうことはもうこれはチョッパーシャツっていうことで認定という形で間違いありません。ほら見て、財布入りますね、 ETC カードも入りますよね、すぐ開きやすいようになってほしい。でしかもねネームのねちゃんとすごいなと思うのはここだけねタフな素材にちょっと素材感をしっかり変えてるっていうね。なるほど、ね、こういうのがねやっぱ細かい、さすがネームで、ちょっとねこのこいつも今日せっかく今日ラグラン着てるんでね、ラグラン着てその上にねちょっと羽織で合わせてみたいと思います。
ほい。いや早速羽織ってみました。チョッパーですね。マジで見て、これ完全チョッパーでしょ。見て、でちょうどこの位置にね、ほら、悪いポケットが3つあるんですよね、ジップとフラップと。そうなんよ、すごい。いやだけこんだけあったらよ、何でも入れれるよ、マジ。ちょっとしたもう小物とか荷物なら全然入れれるし、そのまま。いや俺たちからするとこういうのすげえありがたい。確かに。でこの素材感やったらマジでキャンプ行けるわ、これ。最高ですね。いやマジでいいと思うよ。で、あとね、俺ね最近実はちょっとね気づいてしまったんだけどね。ほう。こういうタイプのやつってバイクでさ二欠するやん、うん、二欠した時に後ろの人が携帯入れれるん、実はこんな最高ですね。携帯入れてこっから携帯でこう撮るっていうさ。あ、最高ですね。俺この前ちょっと実はさ、それ知り合いと一緒にやたまたまやけどやったんやけど、めっちゃ便利やったんよ。なるほど。いやだけど、こういう使い方もあるんやなと思いながらさ。でね、あのちなみにね、これでこのチョッパーシャツでサイズは1です。まあ割と緩めですね。うん、緩めで、ちょっと見てもらうと分かるけど、ほら後ろがさ、ちょっと長いのが分かる。そうですね、フロントとバックじゃちょっと長さが違いますね。ね、あの少しちょっと肩でね、着るぐらいの雰囲気で着てやっても全然いいかも。サイズ1、いいですね。でプライスもこちらがもちろんドン、こちらね。なるほど。この値段なんで、まあ、プライスは非常にあの買いやすいと思います。で、しかも色、この色よ、なんか白っぽいようなグレーっぽいようなね、おしゃれな感じですね。で、これにまた白白の合わせとかもいいよね、パンツね。間違いないです。ちょうど今ね、本当は見せたいけどね、ジョン・メイソン・スミスのね、ちょっとイケてるスラックスがありますもんね。そうなんよ。で、気になる人はね、うちのね、概要欄に貼ってあるあのうちのスタッフのね、インスタグラムね、の方にもう先に情報チラ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 載せてますんで、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。よし、じゃあちょっとね、このバランスでもちろんいいんやけど、じゃあちょっとせっかくやけちょっと外出てみようかな。はい、食べときます。ちょっとじゃあ電源オンにしますよ。あ、違うか、電源オンにしますよ。 OK OK ね。よし、おい。さあ皆さん、いかがですか、ね、秋はね、行楽のシーズンでもありますから、ぜひね、こういうちょっと機能美にね、あふれてるアイテムを選びながら、ね、でこういう e バイクもね、ぜひね、楽しんでもらえたら僕らとしては非常に嬉しいです、はい、皆さん、確かにですね、うん、いかがだったでしょうか。今日はね、ラグランとネームのこのシャツ、チョッパーシャツね、紹介させていただいたんですけど、うちのね、概要欄の方にオンラインストア貼ってますんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。じゃあちょっと僕、暑っ、天気もいいし、そうっすね、ちょっとせっかくちょっとチャリで一周してくる。すいません、じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。